カイザービルヘルム2世、大戦勃発に際し、木内平和を宣言。社民党党首、エーベルと木内平和支持で党をまとめた。共同党首、ハーゼ、党を反戦でまとめることに失敗し、改選後に独立社会民主党を結成。ケーリープ・プクネヒト、社民党所属の国会議員で、戦時交際にただ一人反対。木内平和とは、 第一次世界大戦中のヨーロッパ各国において、社民主義政党を中心とする野党と政府の政争や、労働者と資本家の階級対立が一時停止され、戦争遂行のために協力関係が結ばれたこと、あるいはそのような政策を意味する。言語で、ブルクフリーデンとも呼ばれるほか、日本語では、いきない平和と訳す場合もある。木内平和の語は、 もともと中世ドイツの方において、城壁内での死闘禁止を意味する語であった。しかし1914年8月4日、第一次世界大戦勃発に際して、ドイツ皇帝ビルヘルム2世が、帝国議会本会議において、世は党派なるものをもはや知らない。ただ、ドイツ人あるのみだという演説を行い、これが、金内平和演説と称されるようになり、 また議会内の最大勢力であった、社会民主党が皇帝及び、ドイツ帝国政府の戦争遂行政策を支持し、他党との構想を停止すると、そのような政治的急戦状態もまた、気打ち平和と称されるようになった。20世紀初めヨーロッパの社会主義者たちは、間近に迫っていると見られていた、列強間の大戦争を国際的な、共同行動によって阻止することを考え、 社会主義者の国際組織である第二インターナショナルでそのための行動計画を協議していた。バルカン戦争が勃発した1912年にはバーゼルで第二インターの臨時大会が開催され、開戦の暁には各国のすべての社会主義政党が連帯行動をもって帝国主義戦争への反対闘争を決行するとした反戦宣言を 全会一致で決議した。しかし実際に第一次大戦が勃発すると、第二インターの中で大きな影響力を有していたドイツ・フランス・イギリスでは、社会主義政党の多数派が、労働者と共に、各国政府の戦争遂行政策を支持し、大戦期間中の政治的休戦を取り決めたのである。この結果、第二インターは機能停止に陥り事実上崩壊した。 特に、ドイツでは、旧地平和政策に基づき労働組合はストライキを自粛。社会民主党は議会において政府の戦時交際発行案に賛成し、諸政党は政府及びその戦争遂行政策に対して批判を行わないよう協定していた。また、ヨハン・プレンジやポール・リーン・オシュラがイデオローグとなり、戦争社会主義、民族共同体、 国家社会主義といった概念で正当化していった。こうした政治的選択の背後にある社会、民主党側の事情としては、主流派を中心に、党員、党所属議員の間で、愛国的気分が後半に浸透していたこと。ヨーロッパの憲兵として知られた、敵国ロシアのツァーリズムが大戦を通じて、勢力を拡大していくのに大使カイザーの立憲的、 先制政治以上に脅威を感じていたこと、さらに戦争協力と引き換えに、国内の民主化が進展した戦後の統制拡大を期待したこと、などが挙げられる。また、フランスでは、開戦に際して労働総同盟が、国土防衛を主張、また大統領、ポアンカレの呼びかけに応え、社会主義派の会議員が、戦時交際に賛成した。このことからフランスでは、 ドイツと同様の労働者、社会主義者と政府との協力関係をユニオンサクレと称した。イギリスでも労働党が政府の戦時交際案、新兵募集に賛成した。しかし交戦国の社会主義者の中には以上のような政治的急戦や戦争協力政策に反対する人々も全体から見れば少数ではあるが存在していた。 ロシアではプレハーノフを除くほとんどの社会主義者が戦争に反対した。ドイツでも議会で戦時交際に反対票を投じ、反戦的言動で投獄されたケーリー・プクネヒトを筆頭に彼と共に行動したアール・ルクセンブルク、C ・ェトキン、およびやや立場は異なるが、H ・ハーゼラによって社会民主党の反戦的少数派が形成された。彼らは、 スパルタクス団、独立社会民主党に結集し、エーベルトラ党首流ハイコール、木内平和派に反旗を翻した。さらに、木内平和政策は労働者の地位向上を、ある程度実現した反面、対戦の進行に伴う、国内経済の逼迫により、労使の対立は一層激化した。このような状況を背景に少数派への支持は、 次第に拡大していき、社会民主党内の反戦派議員も増加した。フランスでも、神聖なる同盟は改戦後ほどなくして、有名無実なものとなった。1915年には、第二インターに加盟していた、中立国の代表と公選国の反戦少数派が、ツィンマーバルト会議を開催し、インターナショナルの再建を協議した。各国社会主義政党の、 木内平和政策は、戦術した第二インターの崩壊とともに、加盟格闘内部の木内平和派と少数反対派との激しい対立をもたらした。これにより、大戦後における国際社会主義運動の分裂第二インターと、コミンテルンとそれに影響される形での各国社会主義政党の分裂と共産党を生む、永遠となった。また、社会経済史的に見ると、 金打平和政策によって、ドイツ政府が総力戦の中で労働者や社会主義者たちの協力を維持するため、戦争遂行政策と祖語をきたさない程度の社会政策を通じて労働者の地位向上に努め、このような労働者の地位向上が、彼らの階級的主体形成につながり、大戦後の各国の国内政治に大きな影響を及ぼすことになったという見解がある。これによると、 特に、バイマル共和国期のドイツでは、労働者勢力の飛躍的な慎重に直面した政府が革命運動を回避するため、労働者の社会的要求を大きく政治に取り入れ福祉国家政策を進めていく結果を生んだと結論付けられる。しかしこれに対し、旧地平和政策は労働者の生活を圧迫すると、ともに、 彼らが大戦前に獲得していた多くの権利を奪い、その地位を著しく低下させたため、労働者の不満が反戦意識の高まりにつながったとする対立的見解もある。現在では、金地平和の後は、上記の歴史的背景を離れて、より一般的に外敵を前にして、内輪もめをやめ、一致団結することの意で用いられることがある。この場合は、 第一次世界大戦中、総力戦を強いられた、ヨーロッパの総主国が非ヨーロッパ地域の俗領、植民地からの協力を得るため、それらの地域住民に対し何らかの政治的妥協を行うについても、金打ち平和の表現が用いられる例もある。以上のような一般的用法は、挙国一致と類似した意味を持つが、挙国一致は大強行や政党内閣の崩壊など、 国内的な危機への対応も含んでいる点で、気打ち平和とは若干意味が異なる。また左翼的テクストにおいては、外敵を作り出すことによって、内部の団結を固めることという否定的文脈で用いられることもある。ありがとうございます。